風呂で iPad を見るぞ。風呂の長湯が大の苦手な私ですが、なんとかゆっくりと風呂に入れないかを考えた結果、風呂で iPad を見ると長湯ができると思い、水が大敵の iPad を真空パックすると湿気や水が入らないので長湯できると思い、早速真空パックしました。滑り止めにタオルを引いて風呂の縁に乗せます。家の中はすべて Wi-Fi が飛んでいるのですぐつながります。今日はゆっくり YouTube を見ながらお風呂に入ります。長湯できそう。